はいどうもー、あった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 、はい、あと、すいません、ごめんなさいね、はい、楽しいおいしいご飯、あ、ちょっと歪んでるか、今の衝撃で歪んでるか、こうか、はい、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はですね、めちゃめちゃ豪華でございます。どうですか、こちらでございます。今日はこちらでございますよ。天才味付け卵焼き、チーズインハンバーグ、かきクリームコロッケ、ブロッコリー、でっかいハム、これ3枚ですね、3枚です。もうめちゃめちゃ楽しみです。いただきます。その前に本日はこちらです。緑の淡麗グリーンラベル、淡麗グリーンラベルです。そうです、はい、乾杯乾杯乾杯、いただきます。ああ、おいしいね。ブロッコリーからいきましょうかね。醤油でしてあります。今日お久しぶりのオープン記念日です。オープン記念日でございます。ありがとうございます。オープン記念日、うん、オープン記念日かな。お願いします。はいはい、ありがとうございます。やっと言わせていただきます。うん、うんうんうん、ああ醤油でしてるからね。醤油でそのままでももちろん美味しいんです。でもやっぱりマヨネーズ先生、それ間違いない。こうした方が間違いない。うん、ああいいね。今日はもうほんと豪華。いつも豪華ですけど、特に豪華。あ、うん、最高だな。最高だ。うん、あー、これもでかいんですよ。ほら、こんなでかいの、こんなでかいの。焼いてる時から幅食って幅食って、いい香りでいい香りでもう、うん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 、うん、すさまじいな。最高です。このハムだけで、本来であれば丼3杯ほどの力を持ってます。ハンバーグいきます。これチーズ、チーズイン、わあ、そうです、そうです、わあ、そうです、そうです、うん、チーズインですよ、チーズインですよ。ごめんなさい、これも美味しいの。うんうん、あれ、このこと言いましたっけ。俺ね、かきクリームコロッケ、ん、さっき言ったかな。かきクリームコロッケです。東村山ソース、おーし、おし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 、かきクリームは初めてかもしんないな、僕は。もしかしたら、なんで奥から入っちゃったんだろう。これ冷凍したのをチンとしました。
冷凍したやつです。いつも通りチンとしてカリッとさせておきました。素晴らしいです。うん、うん、あれ何でしたっけ言うことなすです。言うことなすですって何じゃ。眉間、眉間なんとか、ふへんのマーボナスか、ふへんのマーボナスだ。言うことなすです。なんとかけ、眉間、眉間、眉間、うん、そうだ、急に思い出した、今かけてる最中言うことはなしだなと思ったんですよ。その瞬間思い出しました。僕は木島はそういう子です。良くも悪くもこのハンバーグ、うん、前買った時は美味しい。あー、このチーズも何種類か入ってるらしいんですけど、マヨネーズ先生食わるとさらにまた美味しいわ。だから前買った時は違ったと思うんですけど、今回はパッケージにルフィ乗ってました。ルフィ、あのワンピースのルフィが乗ってましたよ、うん、すごいね、すごい。ルフィの、少々お待ちください、電話です、少々お待ちください。はい、ごめんなさい、はい、はい、ごめんなさい、失礼いたしました。何の話ですか。ルフィだ、ワンピース、ワンピース、ルフィ、ルフィ、ワンピース、すごいっすよね、ほんとどこ行ってもいる、どこ行ってもいるって言ったらおかしいか、大活躍ですよ、さすがですね。それにやっぱ食べ物とはねコラボしやすいですよね。あのよく食べるから、強い男はよく食べます。大体だからドラゴン、悟空とかもそうでしょね、悟空とかもそう、強いやつはよく食べんだ。な、食べ物とのコラボというかマッチング非常にいいですね。ね、もうさっき食べたあのハンバーグもやっぱすごい美味しそうに感じるでしょうしね、まあ、感じるしね。子供なんかもう喜んで、アルフィが乗ってるよママっつって、買って買ってってなるでしょうし、大人どうなんすかね、大人どうなんすかというか、どうだったんでしょうね。今大人も結構、まあ何をもって大人っていうかって言ったら、その話長くるからその話しないですよ。そうじゃなくて20代以上とかいう意味で、30代40代
50代60代、まあ、いくつぐらいまでの方が読まれてるか分かんないですけど、まあ、結構な世代の上の世代まで、それ上の世代というか20代30代っつって見てて人気あるじゃないですか、ワンピースなんか。で食べ物ね、こうやって出たりするでしょ。あのなんつうんだろう、ゴレンジャー系っていうか戦隊もの系とか、そういうのはソーセージとか、まあいろいろね、昔からずっとあるわけですよ。どうでした、ドラゴンボールとかだったら。ドラゴンボールどうでした、うん、ワンピースと同じで凄まじい人気だったじゃないですか、半端じゃない。僕らのちびっ子の時なんてもう、だから子供たちはもうドラゴンボール、ドラゴンボールでしたから、お前が矢城ベイだっつって、大体お前矢城ベイとかそういうことです。ドラゴンボールで言ったら矢城ベイだとか魔人ブーだとか、そういう世代ですよ、そういう僕ですよ。たまに悪意と愛情入り乱れて、義乳特戦隊のグルドだとかドドリアだとか、そういうねこともありました。もちろん北斗の拳のハートだっていう一見はそういう話はもちろんあり、そんなしてましたけど、当時の大人たちも今のワンピース応援してる大人たちと同じようにドラゴンボール応援してたのかな、どうなんですかね。だからあれも長く続きましたし、続いてるから、子供の頃、子供って言っても例えば小学校1年生ってことじゃなくて小学校6年生とか中学校1年生2年生とか、そういった意味での子供の頃から見てて、そのまま引きずってというか引っ張って大人になって応援してる、そういうこともあるんだろう、きっとそういうこともあったでしょう。でも当時僕は子供だったからどんな感じだったのかが分かんないんですよね、うん、大人たちがどれぐらいドラゴンボール孫悟空を応援していたかっていう感覚が、まあワンピースね、確かに始まった頃からこれは来て、これは違うぞと、なんかちょっと若干違う他のドアと、なんかそんな予感をしまして、同じように感じたのは宇宙兄弟、それもしたね。これはすごいの始まっちゃったなと思いましたもん、宇宙兄弟は。あとグラゼニーだ、グラゼニーはねちょっと違う、すげえの始まったぞっつうんじゃなくて、なんだこれはと、なんだこれどうなっていくんだっていう、ってこう引っかかるところがあった。そして現れたのがあの唐揚げチャーハンですよ、奥さんが働いてたあの定食屋さんで出てた唐揚げチャーハン、もうあそこでピンときた、これはもうなるよと、これいっちゃいますよと、すぐに分かりましたよ、もうあそこの時点では。最初はこれは何なんだろうなと、いやもちろん面白いんですよ、面白いから読むんですけど、これは多いと思ったんですけどね、どういうことか、うん、
もう始まった時からそれはやっぱ違うねやっぱ違うね。他にピンときた、始まった時にピンときた、なんだろうな、もうなくなってきた。最後の一口を残します。なんだろうな、今パッと思い浮かばないってことは、僕がピーンときたのはそれなんでしょうね。 あとあれだ、コウノドリ、コウノドリ、コウノドリでしょあれもこれはちょっとあれだぞと、始まった瞬間これはちょっとあれだぞと思いましたね、これはちょっとあれだと思いました。だから違和感あります、違和感じゃない、いい意味での違和感、ありましたね。あとなんだろうな、スタートした時からって意味では、スタートした瞬間って意味ではそっちだろうな、もうそれぐらいでしょうね。それほどもうあれですから、バンバン読んでるわけじゃないですから、いろんなものすいません、いや今日豪華だったね。でかいハム3枚、ブロッコリー軍団、かきクリームコロッケ2個、天才味付け卵焼き卵2個、チーズインのハンバーグ、あのルフィの写真絵が載ってたやつ、彼はまだ10代でしょ確か、ルフィはモンキー D ルフィは多分10代のはずです、まだ若いね、まだまだ未来がある、未来があるってのは長く続く可能性があるって意味です。でした。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい。また明日。